今回はラノア魔法大学編で登場するドワーフの少女ジュリエットについて解説していきます。まずはジュリエットの簡単なプロフィールを紹介していきます。ジュリエットは交流暦416年生まれで、初登場時は6歳の少女でした。種族はドワーフです。古典ファンタジーではドワーフは女性でもヒゲが生えていたりします。ですがジュリエットにはそういった特徴は確認されていませんので、マニアックな方以外は安心していいと思います。ジュリエットはオレンジで癖っ気の髪が特徴的です。ドワーフは7歳になるまで正式な名前をつけないという風習があるので、当初は聖鉄のバザルと美しき雪稜のリリテッタの子と呼ばれていました。そこでザノバが名付けをすることになります。ザノバは事故で殺してしまった自身の弟の名であるジュリアスと名付けようとしましたが、それは女性の名前としては不適当だったのでルーデウスが改変させました。そしてジュリアスの女性名であるジュリエットという名前に決まります。日常で呼ぶには少々長いため、普段はジュリという愛称で呼ばれることが多いです。ジュリエットの初登場はルーデウスがラノア魔法大学に通っていた青少年期でのことです。ジュリエットについて話すには、先にルーデウスとその親友であるザノバとの縁を説明する必要があります。エリスの家で家庭教師をしていた頃、ルーデウスは小遣い稼ぎと魔術の修行を兼ねて土魔術でフィギュアを作り、それを市場に流していました。この辺はアニメ1期でも描かれていたので覚えている方も多いんじゃないでしょうか。そしてそれを入手したのがシーローン王国の第三王子であるザノバでした。ザノバはルーデウスが作ったフィギュアに感銘を受け、ルーデウスに弟子入りをしました。ですがザノバには無詠唱の土魔術でフィギュアを作ることができなかったのです。その理由は大きく2つ。1つは無詠唱による魔術の制御ができなかったことです。ルーデウスやシルフィーは気楽に使っていますが、実は無詠唱は本来超高等技術で、普通は無詠唱どころか詠唱短縮すら難しいんです。そのためアニメ1期ではロキシーが、アニメ2期ではカウンターアローのメンバーが驚いていたんですね。もう一つの理由は魔力総量。ルーデウスはこれが桁外れに多いんです。これに対しザノバは魔力総量が不足していました。ルーデウスが無詠唱魔術を使えたり魔力総量が多いのは、幼少期から訓練したこととラプラス因子というものを持っていること、この2つが理由です。平たく言えば努力と才能両方のおかげですね。そんなわけでザノバにはルーデウスの真似は無理でした。しかしザノバは人形に対して強い愛情を持っており、人形を作れないという事実は相当にショックなものでした。そんなザノバの姿を見て罪悪感を感じたルーデウスは、魔術がダメなら道具を使って人形を作ることを提案します。つまり現実世界と同じ方法で人形を作ろうと考えたわけです。しかしこの方法もまた失敗してしまいました。生来の怪力を持って生まれたザノバには根本的に繊細な作業は向いていなかったんです。そこでルーデウスはシルフィーに相談し、第三の案を生み出しました。それは奴隷に人形を作らせるというもの。そして無詠唱魔術を覚えやすい幼い子供であり、手先が器用で言語を理解できる奴隷として選ばれたのがジュリエットだったわけです。ジュリエットはもともと両親と一緒に旅をしていました。両親はミリス大陸にあるドワーフの集落から離れ、工芸品を売りながら旅を続ける生活をしていたのです。ですがその商売がうまくいかず、借金を重ねてしまいました。その結果、一家揃って奴隷となってしまいました。ルーデウスとザノバが奴隷を求めて奴隷市場でジュリエットを見つけた時、両親はすでに売られた後でした。両親と離れ離れになってしまったこともあったのでしょう。ルーデウスたちがジュリエットを見つけた時、彼女は絶望の底にいました。そんなジュリエットの目を見て、ルーデウスはかつての自分を思い出します。それはルーデウスが前世でニートだった頃のことです。将来への不安、自身に対する無力感、その頃の自分とそっくりな目をしていました。なんだったら終わらせてやろうか。命を助けるだけならば簡単にできることでしたが、希望のないまま惰性で生きることは救いではない。自分自身の経験からルーデウスはそう考えたんですね。希望のないままただ生かすだけならば、むしろ終わらせてやった方がいい。ルーデウスは本気でそう考えました。またもしかしたら自分のように生まれ変わるかもしれない、一からスタートし直しになることで立ち直るきっかけになるかもしれない、そういう考えもありました。そしてジュリエットの返した答えは、死にたくない。その答えを聞いてルーデウスは彼女を助けることを決めました。彼女を購入するために値段を聞くと、なんとアスラ大銅貨1枚という答えが返ってきました。アスラ銅貨1枚が日本円で100円相当なので、ジュリエットはわずか1000円で売られていたということになります。人一人の命が1000円で売られているという事実に驚きですね。その後彼女はジュリエットという名前を与えられ、ジュリという愛称で呼ばれるようになりました。ザノバの奴隷になったジュリはルーデウスに指示することになりました。もともとが人形師に育てるために彼女を引き取ったわけですから、これは当然ですね。キルは日常生活の中でいろいろとだらしないザノバのサポートをし、夜にルーデウスから人間語や無詠唱魔術について教わるようになりました。魔術だけでなく言語を学ぶようになったのは、もともとは獣神語という言語を使っていたからです。ルーデウスは獣神語も話せましたが、無視であるザノバは話せないので教える必要があったわけです。
それと寝る前にはザノバが人形に関する講義をひたすらに聞かせました。このようにルーデウスとザノバはジュリを立派な人形師に育てるべく洗脳、もとい英才教育を施しました。この辺りについて人道的にどうとか語るのは異世界ですし、気にしないようにしましょう。ジュリエット本人も幸せそうですしね。2人の教育はすぐに成果を見せます。教育を始めてわずか1ヶ月で土玉の魔術を無詠唱で使えるようになり、言語もすぐに習得しています。非常に優秀ですね。そしてザノバとルーデウスにとってはある意味一番重要な人形への愛も理解するようになります。さらにジュリはザノバによく懐き、彼の意をよく汲み、日常をサポートしてくれる優秀なサポーターにもなりました。そんなジュリをザノバとルーデウスは普通の奴隷とは異なる存在として扱います。通常奴隷には焼き印や特殊な魔術印などを施します。しかしルーデウスはそれを好みませんでした。ルーデウスは奴隷制度自体については嫌悪感を持っていませんでした。しかし多少は地球時代の感覚を引きずっていたのか、あるいは単に女の子に傷をつけたくなかったのかもしれません。そんなわけで奴隷ではなく弟子として扱うことを決めたのです。それに倣いザノバもジュリのことを弟弟子として扱うことを決めます。王族として人を従えることに慣れているザノバでしたが、奴隷ではなく弟弟子として扱うことによってジュリに対し愛着を持つことにつながったようです。この弟弟子として扱うという意識を反映したのでしょう。ザノバはジュリに対し自分をマスター、ルーデウスのことはグランドマスターと呼ぶように指示しました。ジュリはこの命令に素直に従い、最初はマスター、グランドマスターと舌足らずでしたが、言葉がちゃんと話せるようになると指示通りに呼ぶようになります。この舌足らずバージョンは非常に可愛い言い方ですので、アニメで再現されるのが楽しみですね。こんな可愛いジュリは人形師としても順調に成長していきます。ルーデウスから様々な技法を学び、失敗も繰り返しながら成長していきます。明確な期間は分かりませんが、おそらくは数ヶ月ほどで土魔術で簡単な人形を作れるまでになりました。もちろん作りが甘いところもあり、まだまだ未熟でしたが、7歳ほどという年齢を考えると素晴らしい成長ぶりですね。そしてその後も研鑽を続け、数年後には人形作成技術ではルーデウスを超えるほどにまでなるという見事な成長を果たしました。ジュリがルーデウスの弟子になってからしばらくの時間が流れた時期のことです。ルーデウスの提言を受け、ザノバは家臣であるジンジャーに褒章を与えることにしました。ジンジャーはザノバの親衛隊の女騎士で、ザノバの母親から直々にザノバを頼まれたことで彼に強い忠誠心を持っています。ルーデウスの提言はその忠誠に報いる意図があったわけですね。希望を尋ねたザノバに対してジンジャーが望んだ褒章はジュリに対する教育の許可でした。ザノバに絶対の忠義を持つジンジャーとしては、ザノバの傍らにつくには無作法すぎるジュリに不満を持っていたのです。ザノバはそれに許可を与え、ジュリは礼儀作法を学ぶことになりました。その後人形作りの技術が成長し、ルーデウスたちは自動人形を完成させます。この自動人形は意思を持ち、自動で動くことはもちろん造形も見事なものでした。この頃にジュリはザノバに恋愛感情を抱いていたようで、精神面でも成長が見られます。そのためジュリの気持ちに気づいたルーデウスも二人の結婚を望んでいました。しかしザノバは結婚をしないとはっきり言います。これはザノバが怪力すぎるため、夫婦の営みや子作りに支障となる部分があることが理由です。また過去に政略結婚した花嫁の首をねじり切って殺してしまったこと、弟たちを死なせてしまった罪悪感なども結婚にブレーキをかける要因になっているようです。ザノバは自分ではなく他の誰かと結婚した方がジュリの幸せにつながると考えていたんですね。ただ普通に子供が作れなくても養子を取るなどといった選択肢もあるのではないかとルーデウスは提案しています。しかしあくまでザノバの従者なためか、物語のその後などを記した歴史書でも触れられておらず、結末は不明な部分が多いです。ただ後の歴史書でルーデウスがザノバに対し、人形の知識においてはかなわないと語っていたことが分かっています。このことからジュリが人形師として大成した可能性は高いでしょう。彼女の人生は奴隷になったまでは不幸でしたが、ルーデウスとザノバに拾われて以降は幸せで充実した人生だったと思います。無色転生にある程度詳しい人ならば、無色転生には本編とは別の歴史があることを知っていることだと思います。これは複数ありますが、中でもルーデウスが辿ったもう一つの歴史は無色転生を語る上で欠かすことのできないものです。知らない方のために説明しますと、無色転生では物語中盤に時間を超えて未来から年老いたルーデウスがやってきます。彼が時間を超えた理由は悲劇的な未来を変えるためでした。年老いたルーデウス、通称ローデウスは大切なものをほとんど失っていました。ジュリエットもその中に含まれています。ローデウスは魔石病にかかった妻であるロキシーを救うため、神宮の解毒魔術書を盗みにウィリス新生国に侵入しました。神宮というのは無色転生の世界における最上級の階級です。当然ですが、そのようなものを盗んでただで済むはずはありません。ローデウスと協力者であったザノバ、クリフは指名手配をかけられてしまいます。そして追手によってクリフは命までも奪われました。そのような犠牲を払ったにもかかわらず、ロキシーの治療は間に合わずに亡き者となってしまいました。しかし悲劇はそこで終わりません。
この世界でもザノバとジュリエットの主従は人形作りの研鑽を続け、自分の意思を持ち自動で思考して行動する自動人形を完成させるまでに成長を果たします。この辺はローデウスが残した日記に書かれていたことで、詳しいことは分かりませんが、ジュリの貢献も大きかったのではないかと思います。さらにザノバたちとルーデウスが協力することで、マジックアーマーという魔術版パワードスーツとでも言うべき装備を完成させます。このマジックアーマーは力を求めていたルーデウスにとって大きな手助けとなりました。ルーデウスに対し大きな貢献ができる立場になっていたザノバたちですが、彼らの貢献は物理的な面だけに限りません。大切なものを数多く失ったローデウスにとって、ザノバたちは最後の心の拠り所、そう言ってもいいくらいの存在になっていました。しかしローデウスが不在の時に神殿騎士団が屋敷に入り込み、ザノバは焼き殺され、ジュリとジンジャー、アイシャは切り刻まれて殺されてしまいます。これがローデウスの世界でのジュリの最後です。この世界には本当に救いがないですね。本編がこのような歴史をたどらず本当に良かったです。ジュリエットについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。